さあやっていきましょうか。バイオー How's your life for? なんかもういろいろ取り忘れてってんだよな。エクスパンション鍵のかかった関数とかさ、エクスパンションとラジューとかさ、あそか、あ戻ろう、こっちから戻ろう。いじる品ばかりなんだぜ。おめえさんの腕を今さら私は疑うなんてことは一切しないですよ。あなたほどの腕前があればねえ。てかもうあれだよ、腕前というかさ、まだいんのか、まだいんのか、もう相手にするな。はい、本編と関係ないからね、もう遠慮なくとどめさせてるよ。そう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 、そうだそうだ、こっち行ってアシュリちゃんとイチャイチャしようぜっていう話をしたの忘れてた。こっち取りに行かなきゃね。ここは大丈夫かな、うん、あーごめんなさい、チャンネル登録ボタンとギュッとボタンもぜひねよろしくお願いします。はい、皆さんと毎日バイオを楽しむのを、もう僕はそれだけが今楽しみで仕方がありません。で、後ろから来ているバイオが、おおサイレントやったの。危ない危ない危ない、開けた開けた、ありがとう。おイカキン、あれ、あ負けねナイフ全部カキン、ナイフとキンやった、どっちの方が強いか勝負やとか、ごめんカッチカチだな、ごめんカッチーな、やるな、ほらワクワクするぞ。あ、そこいた。痛い。あ、なんでおめえさ、その近づいてきてんだよ。好奇心旺盛か。あお。あ、ちょ、やばい。あ、出た。ナイフによるホスター。あぶれ。あ、こいつ強えぞ。こいつあそこの、なんとか騎士の前にいるやつよりも強えぞ。めっちゃうろたえてるけど、カキン、あっカキンなかった、ふっ負けねえど、おら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 、こっちには回復やと思うねえんだ、命がけー、やべ、違う、おで食う、大丈夫って、なんでえっ、なんで今回復しなかった、おで食う、全部食う、おら、ならいい、さあ、ここまで本性さらけ出したな、そうなったら貴様のおしまいよ、どうびからの、バイバイ、オープン。さあ、戦利品はいただいていこう、サラザールの年代、いらないけどね。よし、オッケー、フギの心臓。心臓？胸ドッキュン、ここは特にないかな。大丈夫そうですね。よし、あー、オープン。よし、スーパーナウ。スピスピ、ネル。あっ、でん、あっ、ちょ、一発で当てようぜ。一発目もおかわりしたい。二発目の、よし。で、この。あれ、ここ、動かなかった。動いた気がするんだけどな。多分だよねー。もうでもまともにやってやらないよ。でもあのね、今回あのエロパートやんなきゃいけないっていう使命があるから。おー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 おおお前、え、2匹は聞いてなかった。ちょっと、そんな毎回なんでこっちはドッキリ仕掛けられなかったのか。バイオハザードホラーじゃねえでしょ、ホラーゲームじゃないでしょ、バイオハザードは。それに関しては多分あのたくさんの方々が大いなる疑問を今抱いた瞬間かもしれない。オープン。そうだ、バイオハザードホラーゲーム忘れた。そうなんですよ、そんなことよりももうたくさんのおっぱいが、たくさん、もう父売れするねパートにしたいってもう切に思ってるから。よし、さっきのやつ売るの？売るよ。返事しろよ、返事してあげてよ、リオン。え、ここ来る？ワンワンオ、ワンワンオ。
いやいや、変じゃなくて。いるね、どっか。どっかいるよ。ふっ、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 いる。あれ？いない？じゃあ、いった。行きましょう！行きましょう！キャンセルキャンセル。何をしてるんだね君は。こうしてくるっと唐突に始まる。おーぶん走ってみせよう、ぼんぼりにヒロイン走るよ、暗闇の中地余り。えいよっしゃった。あいた。さあ舞踏場へレッツLet's go! と思うじゃん。あーリオ、後ろから変態野郎がいっぱい来てるよ。下がってろ。しかも今回男しかいないから残念なんだよな。その時はなかなか撃たなかったね。ほら、あの、ま、全くのさ、あ、違う、あの村長とかさ、サラザールとかさ、サドラに対してはパコパコするから全然撃たなかった。うまく近づかれてたなぁ。いいですか、ナイフは眉間に刺す。こいつが一番悲惨な死に方してるかもしれないね。そして何も言ってくれない。さあ皆さん、まず第一の揺れポイント閉めます。ういういういもうね、二十歳というね、やっぱね、弾力性のあるねあれだからさ、揺れ方もそれっぽくて。はーい、レオン、待っちまーす。さあ、行くか。ジュワン。あれ？もう一回。ジュワン。あれ？来た。おっ。こんな木造のドア一つも破壊できないようじゃ、まだまだですな。で、ちなみにこれね、やろうと思ったら、7時に、時計を合わせたら、まあ、うちの嫁さんと娘が起きてくる時間ですね。に合わせれば、まあ、クリアなんだけど、まあ、そんなこともありつつ。脅かさないでよ。もう何回もやってるはずなのにね。この中にね、いるんだよね。この明かりで死なないけど止まるっていうのはどういうあれなんだろうな。決まった時刻に目を覚ます。おはようございます。ただね、こっち行かないと、宝物とかね、ちょっとでも小銭稼ぎがやっぱしたいからさ。ほい、トニー・ヒューストン。で、他にホイでなんかつく有名人の名前とかなんかなかったりするのかな。この中に隠れてんだよな。なんであれなの、ほこりを、ほこり防止とかなのかな。よいしょ。てん、ほれい。なにちなみにここは宝はいっぱいあるけど、今のところ自分じゃ手に入れられないやつだ。秘密の部屋ってわけね。そうです、嘆きのマートルがいます。豊島園の跡地にできた、まあ、ハリーポッター、今3ヶ月くらいか、3ヶ月4ヶ月かくらい経ったけど、あれって面白いのかなね。やっぱまあそれだけのためのね、世界観を作ったわけだから面白くないとダメだろうなと思うんだけど、まあ、僕はもうちょっとね、そっちまで行くほどのね元気がないからあれだけど、それだったらディズニーランドでいいかなーなんて思うんですけど、あれ嘘でしょ。本当です。この世に起きていることは全て現実です。で、これ使う、どれだ、これかな、違ったねー。これどこで見極めたらいいんだ、これ。こっち、魚ではない、魚だったー。開けて、やっぱ金装置で、よいしょ。目の前にいないんかい。目の前にいるもんだと思って、うわー、来たー、怖いのがいるー、助けて、誰か、誰なのよ。これです。大丈夫、安心して。これをやってるときはなぜか安心して。アシュリーすらまともに動いてくれない。もう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 
扉が閉まりました。よいしょ。おお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 おいいねいいね。カンティーラカンティーラオードンで、あ、揺れてる。レオ頑張ろう。リオン、アシュリー、無事か？無事です。待ってて、必ず助けるから。大丈夫、でもそろそろあれだな、アシュリーの精魂も体を蝕んできている時期ですな。サラザールの紋章がいるのはもう見て分かりの通りですよ。だってと、え、死体はいないんだ。死体はいないけど血だらけではあるんだよな。切り残された。ん、時計、ん、ね、これ7と12、あれ7時12分だったっけ。11時4分だよな、もしかして。あれ7時12分だったっけ。そんな中途半端だったっけ。忘れた。あれ7時ぴったしじゃなかったっけか。ブーッくるくる。オッケー。で、なんだ、サファイア、サファイア、ルビー、イエロー、ダイヤモンドとかだったら皆さん何がお好きですかね。どんな宝があればなんだけど、あれ、こっちか。あれ、7時ぴったしじゃなかったっけ。7時12分は俺が起きる時間。違う。他ね、日によって起きる時間まちまちですね。うん、あれ、ちょっと。だとすると、このメモ何なんだった？ 7 時？なんとか時計。7、12。ん？よくわかんないね。年代記、無線。あ、違う。依頼。村。あ、なんか依頼1個。完全に無視してたの。期限切れになってる。で、作戦指令書。ハニバン。通信ログ。今回、日記はないんだね。ほら。あの、なんだっけ、バイオビレッジとかさ、あと、ビレッジの、なんだっけ、同じ時計がアシュリーの、アシュじゃない、娘ちゃん。娘ちゃんなんだったっけ。あれ来ない。あー、いるね、いるよね、いるよね。あー、やめてー。落ち着いて。はい、静かに。どう落ち着けられるな。無理だろ。まあ、カンテラをね、こう、差し出すとかっていうのはもしかしたら、できるかもしれない。あ、ここがくるっと回らなくてよかった。こっち来るのかな。来られたら困る。止まっちゃダメ。走る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 。そして7時になって、7時、あ、そういうことか、そういうことか。7と12に合わせろ、そういうことか。7時12分か。いなくなってる。いたはずなのに。ガチン。こっちまで来るんだね、ちゃんとしっかりと。よし、あ、揺れて揺れて、いっぱい揺れて、いっぱい揺れて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 、あ、プル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 、これこれ、あ、やばいやばいやばい。今完全にあの画面のほとんどが巨乳で覆い隠されてしまったよ。早く早く、あー、来てる。だったらこっちから向かってってやるよ。チーン、お前らもチーン、お前らのチーン。揺れる揺れる揺れる。ちょ、なんで、オープン！危ねえ危ねえ。ほら、朝立ち。オッケー。大っ嫌い。もう、この間朝立ちで思い出したわ。あの、すげえアホな話だと思って聞いたらくれたら嬉しいんですけど、あの、スズメの涙の主題歌あるじゃないですか。はなか、はるか、かなたー。コンティニュース。あれ、今構えたのに構えなかったぞ。いやー、ちょっと待って、一瞬びっくりしたわ。もうなんかもう今回どんだけドッキリ仕掛けられてんだ。あー、エロとドッキリとなんかもういろいろあさってて、来るの早っ。嫌いって言ったじゃない。うーん、でも大好きって。大嫌い大嫌い大嫌い大好き。もういやー。ほら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 、オッケーオッケー。カチ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 、どう、はるかカルタ、あ、はなかカル、はるかカルタじゃない、はる、え、はなか、え、違う、あれ、はるかカナタだ、はるかカナタっていう曲で、君の笑い声はなぜか寂しさに似てたーっていう最初の歌詞からしたよ。めっちゃ音程、君の歌い方は今日の朝焼けに見えたって、朝焼けっていう歌詞があるんですよ。
それを僕ね、あの会社の人たち、あれ違う違う、ヘビだ。ヘビーなヘビだ。それをね、もうダイナミックに見せて、もうね、オチ分かってるし、皆さん。僕が何を言わんとしているのかっていうね。はい、そういうことです。君の笑い方は、君の歌い方は、今日の朝、んたに見えたって言っちゃった、歌ってね、もう会社の人のたちの前でね。なんだろう。で、それに気づいた僕との、もう、なんで高級に動かなく、大丈夫？うん。そう。ね、僕の同級生のね、同級生っていうか、まあ、同じ年に生まれた同僚がいるんですけど、いや、ブローさん、それはさすがにやばいっすよって言って、気づいてくれた。で、他の人たちは全然気づいてなかったから、あれ？ってなってたけど、まあ、やばいよね。女性がいなくてよかったって思ったよ、その瞬間。さあ、はし、急に後ろ、そうか、なるほどね。これを見せたかったね。これを見せたかった。ゆる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 。これサムネさ、ギフ動画とかにできたらいいのにね。こんなプル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 してさ。やばいっしょ。ドゥルン、ドゥルン、ドゥルドゥル、ドゥルドゥル、ドゥルドゥル。動かないでね。ドゥル、動かないでね。なんか祈祷みたいなお手手してるやつがいた。よいー。ショーカーポチッとな。さすがにもこの中には入ってこれないもんね。カンテラ返してー。さよなら三角、また来て四角。受けるわチンポ。バンされたら終わりなんだけど、ね、人生終わるって。やっぱり走れ登る階段を登る時の父揺れもたまらん。ああ、そっちにいたのね。そんなところに隠れてたのね。で、これどこに行けばいいんだったっけ。まっすぐか。まっすぐ走り抜けて、お二人仲がよろしいでございますね。よいしょ。走る、走る。そして後ろから来る。ちょっと。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとなんだけど、ここまで来るかな。ここまで、そうだね。来るね、来てるね。あ、見て、3体もいるじゃん。で、こっちまではない。お、来るか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 。あ、やばい、操作を失っている。あ、やばい、こうなったら、ちょ。あ、やばい、それはまずい、それはまずいです。上から見上げる巨乳なんて、そんな、やばいです。これ降りれる？あ、降りれない。よし、じゃあ最後の見納め、チチューおしまいです。皆さん、お預けです。オープンします。やった。あれ、またじゃあちょっと見納めしといて。はい、なんとか無事クリアすることができました。チャプターちょっと長くなっちゃったけどね。まクリアできればなんだって言って、だからもう、ほんと、シンプルにドッキリ仕掛けられて、もうほんと驚いたわ。ドッキリ今回何回、2つ3つあったっけ？ねえ、3つか。釘の像を手に入れるところと、あと、なんか、しれっと2体目が出てきちゃったところと、で、アシュリートでね、いやーもういるんかーいって状態になっちゃったからね。俺が下で受け止める。降りられるか。ほんと。全然笑顔見せないよね、このエージェントね。まあ、エージェントだからこそ見せないのかもしれないけどね。できると思う。やってみそう。みそみそう。キャー！虫による大胆な事故だな。元は人間だからどうしてもあれだよね。燃えちゃうとか言うんだよ。でん。だーい、けど甘い。まだまだだね。めっちゃ焦ってるー。はーい、ということでね、動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。本当に嬉しい限りでございます。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、明日もお楽しみいただけたら幸いです。ということで、今回はどのくらい僕はボコボコにされてしまったのか、リザルト見てみましょう。あ、死亡回数自体1、アシュリーのとこだけだったの。
せりゃあんだけ無敵の武器使えばそりゃそうなるわなって感じですよね。はい、じゃあね、今回は以上とさせていただきます。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。